7は楠本俊星、第14帝国公認独裁官にして帝国元帥である。宇宙の始まりが無であったように、我が帝国も無から全てが始まった。私の名は天野富丸、ぐるぐる映画館のリーダーだ。映画を極めた恐竜が絶滅したように、万物の全ては無に帰るのが断りだ。遥か昔のこと、二人は出会っていた。そう、お互いがお互いである前。これはここだけの話。元帥富丸の宇宙と恐竜エピソードゼロ。我が身は宇宙の果てにあり、我が身は宙に浮いていた。そこに立つべき地上などありはしなかったから、ここは誰にも邪魔されることなき私のみ存在せし世界である。唯一生命の存在せし地球も遥か彼方に浮かんではいるが、奴らは未だ自ら作りし球体の呪縛より逃れることはかなわぬようであるから、近々空に橋を架けんと画策しているそうだが、よもやここへ至ることはあるまい。さて、そろそろ私も自らの帝国を作ることにしようか。そう思った瞬間、ふと目を見やると何かがこちらに近づいてくる。見間違いかと思いし、それは何の変哲もないアパートの一室だった。よくよく目を凝らせば、窓の向こうに膝を抱えてぼんやりと佇む姿が見える。これは驚いた。ここを訪れる者などいるはずはないと思っていたが、多くの人間が長き年月をかけて築き上げた球体の呪縛より解き放たれ、自らの世界を創造せし者に巡り合おうとは、さぞや耐え難き孤独に違いない。私の帝国を作ることなどいつでもできる。一つこの者の世界へ入ってみることにしようか。今日も星が綺麗だ。こうして膝を抱えて窓から星を眺めていると、嫌なことも忘れることができる。手を伸ばせば届きそうだけど、残念ながら窓は壊れてて開かないんだ。もう随分この部屋の外へ出ていない。今やこのボロアパートの2号室が僕の世界になった。1号室に住んでいる人の顔も忘れた。もともと誰も住んでなかったっけか。3号室があったかどうかもわからない。随分と夜が長いから、ここは永遠に朝が訪れることはない。でも今日は大事件が起きた。僕の部屋に侵入者が現れたんだ。そいつは長い尻尾に大きな目をした黒猫だった。赤いリボンをつけているところを見ると、誰かの飼い猫かもしれない。そいつ頭の部分がちょっと青みがかってるんだ。一体どこから入ってきたんだろう。窓は開かないし、ドアにも鍵がかかってるんだ。まあいっさ、ここは誰にも邪魔されない僕だけの世界だ。猫一匹分ぐらい空間を分けてあげたって構わない。僕はその猫をシューシューと名付けた。こうして僕とシューシューの奇妙な共同生活が始まったんだ。
大事件に次ぐ大事件、なんと黒猫収集が言葉を喋り始めた。そして僕のことをビュンビュン、ビュンビュンと呼ぶんだ。なあビュンビュン、この餌うまいな。あ、そう、収集気に入った？ああ、毎日こんな餌なら私もまっしぐらだ。ねえ収集、襖がビリビリに破れてるんだけど。ああ爪が伸びていたからな。試し切りをしてみたまでよ。いや礼には及ばん。何者かが襲ってきた時には私がビンビンを守らねばならないからな。そんな心配はいらないよ。ここを訪ねてくる人なんていないんだからさ。しかし外出する時には。外へ出ないから大丈夫。この部屋に入ってから一度も外へ出たことはないんだ。それはいかんな。こんな猫じゃらしもないようなところにいつまでもこもっていたら病気になってしまう。何か欲しいものはないか。遠慮はいらん。このお腹のポケットから何でも出してやるぞ。なんでお腹にポケットがついてんだよ。私をただの猫だと思ったら大間違いだ。ただ猫型なだけだからな。だいたいビュンビュンは頭の青い猫を見たことがあるのか。言われてみればないかな。でもなんで青いんだよ。それを説明するにはあの忌まわしきネズミとの思い出を語らねばな。思い出すだけでも忌まわしいことだから、ビュンビュンがどうしても聞きたいと望むなら。いやそんな大変なことなら無理に話さなくてもいいけどさ、なんかネズミに恨みがあるみたいだけど、戦いたくてもここにネズミは出ないよ。あ、そうか。いや、ああそれはよかった。いや、うん、その方がいいんだ。あ、いや、いや、そう思うとこの部屋もなかなかいいもんだな。ビュンビュンがこの部屋から出たくなくなる気持ちもわからんでもないぞ。僕は別にネズミは関係ないんだけど。まあとりあえず望みを言ってくれ。あのビュンビュンには一食一飯の義理があるからな。猫は3日以内なら受けた恩は忘れないんだ。だから早めに言ってくれないかな。せわしいな。欲しいものなんてないけど、僕は父さんと母さんの顔を知らないんだ。叶うなら父さんと母さんに会ってみたいな。あ、なんだそんなことか。それならお安いご用だ。そんなことって、今生きてるか死んでるかも分かんないんだぞ。大丈夫だ。生きてるか分からないなら生きてる時代まで遡ればいいんだから。そんなことができるの？私に不可能はない。さあ、そこの机の引き出しを開けてみるといい。机の引き出しって、あ、引き出しの中が、それ！うわビンビン、ここが1億4000万年前の地球だ。ジュラ紀って言うんだぞ。ちょっと時代遡りすぎだよ。さあビンビンのお父さんはどこかな。いるわけないだろこんな時代に。いやビンビンお父さんとお母さんの顔知らないって言うからさ、多分ビンビンのお父さんはステゴサウルスだと思うんだよな。シュシュ、ステゴサウルスって別に子供捨ててるわけじゃないよ。え、そうなの。あ、セイスモサウルスだ。でっかいな。なあビュンビュン、あれお父さんってことにしたらどうだ。みんなに自慢できるぞ。誰も信じないよ。卵から生まれたわけじゃないんだからさ。ああそうか、ビュンビュン哺乳類だもんな。じゃあ哺乳類の祖先を探さなきゃ。いやそれ問題じゃなくて。ああいたいた、ほらほらほら、あそこあそこにいるのが哺乳類の祖先、メガゾストロドンだ。おい、これ待て。おい、このすばしっこいなこいつ。ねえちょっとシューシュー。うわ、よし捕まえた。ほらビンビンお父さんだぞ。ってこれネズミじゃないか。うわあ、シューシュー、シューシュー、逃げろ逃げろ逃げろ。待てってばシューシュー。ねえ待てってばシューシュー。こらこら、離せ離せ、管理してくれ。おいビンビン7台たたるぞ。はあ、大丈夫だって、もう追ってこないからさ。え、本当か。はあ、いやそうか、それはよかった。もうなんかずいぶん遠くまで来ちゃったんじゃないの。あ、そうだな。ああ、空が綺麗だ。あ、ちょっとシュシュ、あの火の玉何。あれは多分、あ、巨大隕石だな。え、ちょ、こっちに向かってくるよ。ああ、これはぶつかるな。それまずいんじゃないの、元の時代に戻んないと。ああそうだ。ああ、しまった、闇雲に走ったからタイムマシンの入り口分かんなくなっちゃった。どうすんだよシューシュー。ああビュンビュン、ちょうどよかった。流れ星だ、流れ星にお願いしよう。あれ、流れ星じゃなくて巨大隕石じゃんか。ああそうだった、どうしよう。シューシュー、お腹のポケットから何でも出せるんじゃないの。ああそうだそうだ、よしこんな時はこれだ。髪
紙と筆。紙と筆なんてどうすんのさ。裏を見て表を見せて散るもん。時世の機会を諦めんなよ。あ、起きろって。シュシュ、あれ、ここは危ないところだった。住んでのところでこの汽車に乗って助かったな。汽車ってよくわからんが、これ銀河を走る汽車で999号っていうらしいんだ。惜しかったな。もう一本遅らせればきっとジャスト1000号だったんだろうけどな。いや別に番号はどうでもいいよ。じゃあこれ今宇宙の中を走ってるの？ああそうだ、すごいな。ビュンビュン、ビュンビュンは初めて宇宙へ旅立った哺乳類となったわけだ。まあ確かに、でもこんな汽車本当にあるんだ。あれ、ビュンビュンはよく知っているはずだけどな。え、何が？さ、早いとこ22世紀へ行って機械の体を手に入れよう。いやシュシュ、それ物語がごっちゃになってるよ。隕石に殺されたメガゾストロドンのお父さんとお母さんのためにも永遠の命を手に入れるんだろう。いやだからメガゾストロドンはきっと直接の親じゃないからさ。わっ、見なよシュシュ、窓の外すっごい星が綺麗だ。窓は、あ、開くわけないか、宇宙だもんな。ああ窓はずっと前から開かなかったじゃないか。え、銀河を走る汽車は環状線なんだ。だから乗ったところが終着駅だな。乗った時点でビュンビュンの旅は終わってたんだよ。何言ってるのさ。その証拠にほら、机の引き出しが開けっぱなしだぞ。最初から開かなかった窓の向こうの景色はいつも眺めてた永遠の星空じゃないか。あ、ここは、ここはボロアパートの2号室だったっけ。ビュンビュン、君は一歩たりとも動いていないよ。だが楽しい旅だった。じゃあ私は押し入れの中で眠ることにしようかな。ベンベン、また会おうな。あ、シューシュー、あれ、いない。シューシュー、シューシュー、あれ、もうどこ行っちゃったんだろう。シューシュー、シューシュー。開くはずのない窓、永遠に訪れることのない朝。そうだ、ここは宇宙だ。その時僕は全てを思い出していた。父親の顔も母親の顔も知るわけがない。なぜなら僕は生まれてすぐにここに乗り込むためだけに育てられたんだから。ここはボロアパートの2号室じゃない、スプートニク2号の中だ。シューシューが言った通り、僕は初めて宇宙へ旅立った哺乳類。僕はソビエトで生まれたライカ犬だったんだ。1号は無人衛星だった。3号なんて知る由もない。僕は何年も前に地球を離れ、そしてこれからも永遠に宇宙をさまよい続けるに違いない。誰も訪れることなき部屋の中で、永遠に訪れることのない朝を待ち続けて、いつしか訪れる時の終わりまで。開くはずのない窓の向こうで、星
星が2つ並んで明るく輝いている。まるで闇夜に光る猫の目のように。シューシューはあの星が届けてくれた幻。プトニク2号の打ち上げ成功の方は内外に宣伝され賞賛をもって迎えられた。がそれ以降の消息については一切正式には発表されてはいない。犬は自らを全哺乳類の代表であると思っている。そして宇宙の果てに一人佇むうちに自分は人間ではなかったのだと悟る。ある日犬は猫の夢を見た。誰よりも人間らしい犬と不思議な能力を持った猫だ。人は犬のことを忘れたが、この犬は誰も見ることが叶わなかった景色を見ることができた。そして銀河の星々を目に焼き付けながら思った。もし生まれ変わることができるなら次は人間として生まれたいと。私は幻であり幻ではない。何もありはしない世界にこうして存在しているのであるから。旅行く道筋は環状線のようなものである。永遠にぐるぐると果てしなくぐるぐると回り続ける。君がこの天の川の中をさながらトンビが丸く円を描くかのごとく飛び続けたように、人間に生まれ変わることを望むならその望みを叶えよう。果てしなき宇宙を羽ばたいていた頃を忘れぬよう。天の川より生まれし天のトンビ丸と名乗るがよい。私も人間となり世界を作る。君も自分の世界を作るんだ。いずれ君とは再び出会うだろう。いや、出会わねばならん。君がまた一人になるようなことがあれば、私は必ず眼前に現れん。幾度かの騒乱の後、世の中が平静を取り戻した頃、そう、平静の世にまた会おう。
高価な高速航行運命探して銀河高校天の川が行くぐらいのはぁーやんなっちゃうなあっちもこっちも宇宙だけあー星星が流れていくはぁーやんなっちゃうな話し合いはコンピューターあー名前はジョバスンスン昼だか夜だか銀河高校長生きできるで高速航行相棒暴落銀河高校冷凍市民バーケーションあーなっちゃうな地球と心は相対性あー時だけは流れていくあーなっちゃうな地面役のロボットもいてあー電源番号だけ正常な振り返り
整理版と量子力学の整理を取れば境界境界条件を用いビッグバンよりビッグクラッチにおける質量温度量による特異点問題を解決している。かかる愚かな考えを未だ信じ続けている人、世の天気下足らんとしたその剣や想像を裏付けがために飲み込んだり、その想像たりは世界の想像であるが世の幻の創生で、ね、どうやら見果てに世界だ、ぽっかり心に開いた。
夢か知らんし大掃除はして気分だけ星の王子様だけどねだけどね一人じゃねだけどね地平線の向こうに誰かそこにいるのは誰だ誰だ僕さ君かそうさ二人が出会うロマンスまるでキネマの恋のように最初の慣れぬスペックでルーチャージ踊ろうぽつり世界に二人きりおいとろり合う君の僕手のひらに伸びる水平線どうやらまだまだいけそうだ光を空に浮かぶ雲追い張りで歩んでいこうしっかり手と手を取り合って二人が星の王子様だからねだからね二人でねだからね君の名前はなんて言うの僕は君である君は僕であるじゃあ名前なんてあっても意味がない僕は僕さ君は君さが出会うロマンスまるでキネマの恋のようにまだまだ慣れぬステップで歌い踊ろう夏の月がロマンスダンスホールの床のようにあちらこちらに伸びている影も踊るよ二人が出会うロマンスまるでキネマの恋のように最後は慣れたステップで歌い踊ろうともに全てが始まった。
世界は光と共に存在するものである。光により自らの姿を知り、光により世界を認識するものなのである。光なき世界など無限の闇に他ならぬ。故に人は光を手に入れたがために、世界が限りあるものであることを知り愕然とする。なれば私は我が身をもって我が世界の光とならぬ。我が世界は私が1であり、10であり、100であり、1000である。その昔、光が闇を照らし、闇が光より逃れんがために漆黒の広がりを見せ始めた頃、我が身は宙に浮いていた。立つべき地上がなかったからだ。何もありはしないこの世界で、ただただ広がらんとする闇に向かい、私はゆっくりと手を伸ばす。何を掴もうとしたわけでもない。時が来ればまた新たな光が闇を照らし始め、未来永劫繰り返されるであろうこの情景に半ば呆れつつ、私は静かに目を閉じた。古来より人は無限を欲した、いや自らを超越する存在を欲したという方が正しいのかもしれない。故に誰もが手を伸ばすことをためらった。時がある一点より過去と未来の双方へ向かって流れていたその時代、誰もが手の届かん先にあるものは無であるということを熟知していたからだ。自らの世界は指先までが1000であり、100であり、10であり、1である。自らの世界に存在できるのは自分一人だけであるのだから、そこに一人の知恵ある者が現れる。知恵ある者は天にも届こうかという大きな鏡を持ち、威厳を持ってこう言い放った。さあみんな手を伸ばしてみるがいい。いかに手を伸ばそうが向こう側の世界に触れることはかなわぬ。この鏡こそがいかな努力をもってしてもたどり着くことがかなわぬ限りなき永遠であるのだ。鏡はすべからく万人を映し続けた。寸分たがわぬ向こう側の世界では時は一方向にしか流れなかった。故に人々は次第に老いてゆく自らの姿を知ることとなる。私が目を閉じている間に随分と時が流れたようだ。さらに知恵ある者が現れ、人は皆丸い球体の上に乗って生きているのだと約束を交わしていく。なんとも滑稽な話だが、球体から逃れることができれば限りある世界を無限に感じ取ることができるから、もはや人は鏡を手放すことができなくなった。されどその時の静寂も彼方より嫌いとしてこれにより打ち破られる。燃え盛る大きな岩が降り注いだのだ。ほどなくして人々は彼らにとっての唯一の永遠が粉々に砕け散ったことを認識する。変わり果てた鏡のかけらを手に取り、多くの者たちが嘆き悲しみ天を仰いだ。そして二度とかようなことがなきよう空一面に鏡のかけらを貼り付けたのだ。一人の男が天を指さしこう叫んだ。あれこそ我らが求めし永遠、たどり着こうとたどり着けぬ世界、遥か彼方に輝く光球、我らが世界同様の球体、無限の世界である。無限はいつしか宇宙と呼ばれた。夢を歌ってみんなのなら
出会いもまだ定い名も知らぬ星で二人が道の出来事に飛んでも出くわすはいつに二人でこれから始まる不思議なストーリI'm not afraid to die.